い入ってる入ってる、ちょちょちょ、イサミここまでしなくてよかったと思うけど、そうか、受け入れきれてないんだ。なになに、なんだこれは、あ飛んだー、わお、いいね、あ相棒。はい、どうもアニメラクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは勇気爆発バンブレイバーン第10話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりましたブレイバーンですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、今回で第10話ということで、まあ、前回激アツなブレイバーンの正体というものが明らかになりました。スミスはいなくなったけれどもブレイバーンとなって帰ってきたんだよっていうことが明らかになったわけなんですけれども、さあさあさあ今回からですよね。スミスを失ったイサミがどうなってしまうのか、これからなんやかんやブレイバーンイコールスミスだって気づいてないわけなので、まあスミスを失ったイサミの感情だったり、ルルがねなんかスペルビアとなんたらかんたらみたいなそういう話も来てるので、ちょっとちょっとちょっとなんか話はまとまりつつあるんだけど、なんかまだまだ何か起こそうとしているのかどうなのか、ルルはどういう風になったのか、かなりなんか成長してたよね。うん、気になるところではあります。それでは見ていきましょう。よーいスタート。ふん、誰、ルル、おじさま、おじさま、相棒、お、さっき、お、What？ ちょ、いきなり、何？何？何？未来から来た？え、スミスと一緒に未来、ん？わ、塔がボロボロ？あーでもやばい、やられてるじゃん。ブレイバーン、マジ？うん、そうだよね、だから、うん、イフ、イフ、マジか、うわ、イサミももうボロボロだ。あー、これ、あ、同じく未来、はあはあ、うん、はいはいはい、何度もループしてるの？もしかして意識だけ飛ばしてるの？過去に。
スペルビア、これだよ。終わった後だよね、多分。イサミもし、うん。ブレイブドライバー。意識だけか。で、思い出すわけだ。で、観測したのかな？押して参る。あー、破滅した未来から来たって感じなんだろうな。もういろいろと失うものが大きすぎた。うん、相打ちか。そうか、どの段階で意識が戻ったんだろう。この段階？あ、ここで完全に意識が覚醒した？ああ。タイトルどういうこと？うん。うん。押してまいろう。使うか。え？相手が有利な時にこと、あら、いけず。はん。ハワイか。マウナケア。ここでイサミはやられちゃう。相打ちになって。スミス。イサミサダクさん、ここからはだってブレイバーンの多分知らない位置だもんな。ルルを頼るしかない。あら？ガピ！
戻ってきたから。おお、消費せずね。押してまいりたいから。あ、これは言えないね。ルルを使い捨てたくないんだよね、多分。うん、そうすれば死ぬことなくお互いにパスをつなげられればいいのかな。イサミ、ああ、こうやって早まっちゃうんだ。そうか。ああ、やばい。やばいやばいやばい。ルートに入ってる？えっと、固めた。あ、音好きだ。ひどい。ひどい。入ってる入ってる。入ってる。落としにかかってる。あの、先に死ぬ。待って、その前に死ぬ、その前に死ぬ。イサミ。死ぬ、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 死ぬ。折れた。死にました。過去に戻りましょう。イサミ。ひどいよ、そんな。行き過ぎだと思う。折れてたよ、今。ま、なんとか止めたね。暴走は止めた。うん。あなたもだいぶ人間らしいけど。カピ。勇気。何を試す気なんだろう。何か試す。あ、でもイサミの首が折れてるんですけど大丈夫ですか。イサミそこまでしなくてよかったと思うけど、まあ、でもそこまでしないと止まらないよな、イサミは。え、何何何、スミスの部屋。なぜパンイチにまで向く必要があるのかわからないけど、あら、アイラブロボ。セカンドバースデーだ。いいね。行こう。スミスと同じように。さあ、そうだね。干からびないか。お、ぬ、あら、吐き出してる。なんで吐き出したんだろう。でも、受け入れられないのかな、やっぱり人間っぽいから。あら、あー、ガガピーで会話して、
はあ、そうか。字幕とあれが入れ替わってる。うん、そうか、受け入れきれてないんだ、多分ペルビア側が。イケボトリコロール思い出しちゃうね。サバイブ、ビカムアヒーロー。ごめん、そういうあれじゃない、そういうあれじゃない、そういうあれじゃない。ちょっと、温度差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 。さあ、なんとか受け入れ、受け入れきれないところがあるわけだな。でも、乗って訓練して、ルールを信じられれば、使わないか怖いのかな。ルールを尊重してるから、すごい、オスプレイ押してなかった今。こんなスポコンアニメだったっけ、スポコンロボアニメ。あ、あ、ブレイブスラッシュ。ヒーローになりたい、ヒーローになるんだ。だいぶ固く縛ってる。シュールすぎるな、イサミパートが。衰弱はしてるの？あ、言うのかな。言います、海外の方々、言います。あ、やっぱりルルのエネルギーを。ポコ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 、え、なに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 、あ、流れてる、ルルの。何何、なんだこれは。あ、恋、恋ともまた違う、家族愛的なものを感じてる。そうか、押して参る前に行っちゃったんだ、イサミが暴走して。だから今回は、これだ。流れてきた！オケ、受けれる！あら、あはははは、なになに、お見合いですか、なんで。うん、通じ合う、すごいな、なんか感情が追いつかない、綺麗な感情と真逆の感情がぐるぐる渦巻いてる。あら、あ、飛んだー、え、なに What？ え、なに、
ブレイ、なに、ブレイフォル、わお、トゥーワッ、これはトゥーだよね。わお、いいね、あ、相棒、かっこいい。オッケー、オッケー、さあ、あとはイサミとブレイバーの愛の力だ。めっちゃかっこいい、スペルビア。あ、いい、うん、わお、タピ、わあ、かわいい、ルル、マジでめっちゃいいね、この二人。はっはっはっは。いいね。めっちゃいい。ルルも超可愛いし、おじさまな、おじさまも可愛い。なんか、でも、人間、飛び出してないよね。置いて。行っちゃった、二人で。ああ、まあでも二人ならっていうとこだよね。巻き込まないためにもってことなのかな。うん、それを受け継いでるんだね。いいね、いいね。スミスと一緒だよ。うん、みんなでヒーローになろう。めっちゃ熱いんだけど、めっちゃいいんだけど、めっちゃいいんだけど、まああとはもうスミスとイサミが愛し合うだけです。その愛の力で倒す、いいんじゃないでしょうか。めっちゃいい、めっちゃいいんだけど、今回超良かった。めっちゃ熱いし、めっちゃおもろいし、イサミの首折れてたし、まあ相変わらずイサミの扱いが若干悪いけど今回、うん、まあ日本ではそれをお見合いという、まあロボットとね、そういう確認行為が お見合いかどうかはさておいて、まあ、お見合いが成立したわけなので、なんかスペルビアが顔を絡めてたりとか、ところどころネタ要素満載だったけど、めちゃめちゃ良かったよ。さあ。でも、そうか、このエンディングがそうだもんね。この二人で手を繋いでっていうところもね、イサミがね、表で、スミスが裏じゃなくて、二人とも表だもんな。表舞台にいるってわけだもんね。ここでルルが大活躍っていうのもあっちいいなぁ。ラー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 。さあ。いや、おもろいわ。この作品マジでおもろい。
はい、というわけで見終わったわけなんですけれども、おもろ、マジでネタ要素満載すぎるでしょ。いやでもめっちゃかっこいい、スペルビア。マジでかっこいい。いや、これはでも分かれるだろうな。ブレイバーンとスペルビアどっちが好きって。ちっちゃい子に見さ、二つともデザイン見せてさ、もう、バーン、ブレイバーンとスペルビアを見せて、どっちがかっこいいと思うってなったらね、僕少年はね、やっぱりスペルビアを押したよね。あのかっこよさ、なんか水晶のような美しさがあるじゃんね。ブレイバーンのさ、なんか、フルアーマーブレイバーン、バーン、ブレイバーンのさ、王道なゴテゴテとした強そうな感じもめちゃめちゃいいけどね。いやでもいいね、この二人が手を取るっていうのはめちゃめちゃ熱いし、ルルがその意志を継ぐっていう構成もめちゃめちゃ素晴らしいなって思うけど、まあ、なんとかね、あの、イサミの暴走を止めるという、まあ、まず第一の関門を越えなきゃいけなかったわけだけど、もうルルの力技でしたね。本当に。完全に締め落としてたよね。こう言ってたもん。もう死ぬかと思った、イサミが。相変わらずイサミがかわいそうな目にあってるんですけれども、大丈夫ですかね。あの、スミスのシャツにこう、スミスってなってるところで、続けたまえ。上級総長。いいキャラしてるわ。もうみんないいキャラしてるよね。あのさ、なんか拷問官の人とかもさ、いいキャラしすぎてるって。まあ、押して参る。まあ、二人で押して参るっていうところで、まあ、ルルとね、心を通じ合わせてっていうところで、まあまあまあ、受け入れられないっていうところがなかなか難しかったわけだよね。やっぱりこう、人間を理解できない、人間らしいルルがあんまり受け入れられないっていうところだったからこそ、やっぱり今までのままでいることが一番楽だし、そっから変わっていくっていうためにはやっぱり勇気がいる。そのための勇気、ルルにこう、変えさせられてしまう。特にやっぱり、なんだあのルルはって。ルルはあんなのはルルではないみたいな、ちょっと否定したくなるような存在に、こう、自分が変えさせられるってなると、やっぱり怖いじゃんね、どこかね。ちょっとなんか、自分が自分じゃなくなっちゃうみたい、怖い怖い怖い、胸のあたりがみたいな、この感情は何なんだって思って、愛に気づき、そして、二人でこう、愛の力で変わっていくっていうところが、めちゃめちゃ動線としても素晴らしいなっていうところもあるし、そうかそうか、未来から来ていたわけだ。どの時点だっけ？どの時点だったんだっけ？ちょっと今、どう忘れちゃった？まあでもなんか言われてもいたよね、ルルは。なんか、まあでもあれは偶然なのか。ブレイバーのことをスミススミスって言ってたりとか、なんかやっぱりそこら辺も苦戦だったんじゃないかみたいなところとか。でも意識が戻ってきたのはあの後っぽいよね。オアフ島がうんぬんかんなんて言ってたもんね。まあまあまあ、でも、とりあえず記憶を取り戻してっていうところで、まあなんとか動けるようになった。なんかガピガピ会話してるのめちゃめちゃ可愛い。てか、ルルがさ、どんどん可愛くなってるよね。めちゃめちゃ可愛い、なんかこう成長して、なんか大人になってっていうところで、やっぱり大人の意識が入り込んでるっていうのもあるけど、そこら辺のミスマッチもすごい可愛いし、なんか、育児なし、育児なしってガガピガガピガガピってずっと、なんか、罵り合ってるところとかめちゃめちゃ可愛かった、スペルビアと。いいな、なんか、イケボっていうところとかも含めて、なんか、あ、スペルビアの CV が杉田さんな理由が分かりましたわっていうところでもあるよね。あー、でもここで、なんかでも、絶妙な人選だよね、キャスティング。スペルビア杉田さんだから、ここまで、なんか面白くて、かっこよくて、いいキャラになったんだなって感じはするよね。絶妙だよね。だからなんか、ちょっとやっぱりギャグ適性もあるじゃん。初めてようんぬんかんぬみたいなところとかでさ、顔分かるまで、おみたいなところとかもさ、やっぱり、そういうのもさ、やっぱりなんか難なく受け入れられる人選っていう感じがしてて、うわ、なんかキャストさんの力ってすごいなっていうところもあるし、やっぱり、なんかロボットなのに感情が見えるってあたりとかも、なんかやっぱりそこら辺もやっぱりこの声優さんの情景描写のうまさだよね、声でこうさ、声にこもってる情報っていうのは非常に多いのがやっぱりこの作品のやっぱり声優さんの特徴だなって感じもすごいするから、やっぱり見てていい。よかった。めちゃめちゃボリューミーでジューシーな回でしたね。さあさあさあ、あとはイサミとブレイバーンが愛し合うだけですね。ビエル？ビエル？ビエル？いいんじゃないでしょうかっていうところで、さあさあさあ、最終決戦、まあ、にはかけて行っていくんじゃないかっていうことなので、楽しみにやっていきましょう。もう最後までネタ要素、情報もりもりなブレイバーン、最後まで楽しんでいこうと思いますので、ぜひともこれからも皆さん一緒に最後まで追いかけていただけたらと思います。以上、勇気爆発、バンブレイバーン、第10話でした。バイバイ。